見事ゴールランキングトップを走る前田大然、今日は17得点目を決めました。まあ、最後のパフォーマンス、あのゴールセレブレーションはアンパンマンシリーズだったら誰かなって、ちょっと今日は難しくてコテンちゃんかなと思ったんですけど、ちょっと分からなかったです。あの彼のね、多分その質問をしたんでしょう。多分で福田さん、前田大然の個人的に感じる課題は、はい、あのゴールパフォーマンスの時にいつも一番いいカメラじゃないところにパフォーマンスしちゃうっていう、だってちゃんとカメラが撮れてないっていう、そこなるほど、ね、もっと見せてほしいなって個人的には思いました。そこがまた前田の良さじゃないですかね。そうかもしれないです、はい、そこも含めて、そこも含めて、はい、いやでも本当に素晴らしいゴールでしたね。はい。